え先日親友と飲んだ際、運についての議論になりました。えー、彼は孤児で頭はすごく良いのに高卒で苦労しています。今風に言うと親ガチャに恵まれなかったというのでしょうか。でも家庭を持ち合わせになるべく努力するナイスガイです。彼曰く、今の時代の日本に生まれたこと自体幸運だ。千年前に生まれてたら死んでる。数年あたりに生まれてても死んでる。ほら、俺は幸運だろうと。今の日本人は人類史ベースで見ると運に恵まれています。幸運ってどのようなものだと認識していますか えっとですね、ジンバブエで同じ質問をしたことあるんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、僕がその体験したこととは別に、あの、他のその国で自分が幸せであるかっていう、あの、アンケートを取るっていうのって結構世界中でやられてるんですよ。で、それを見る限り、日本人の幸福だと感じる率はだいぶ低いです。 で、アフリカに住んでる人の方が、あの、自分が幸せだと感じるとに、アンケートで答えてる人が多いです。なので、あの、スーダンあたりだったら不幸だろうって思われてるんですけど、多分あの、スーダンに住んでる人の方が幸せに感じてるんじゃないかなと思います。あの、結局その、何をもって人が幸せだと感じるのかっていうので、アフリカに住んでる人とかだと、晴れてると幸せって成立するんですよ。日本に住んでる人で、 晴れてて幸せって言ってる人ってあんま見たことないんですよ。パリも晴れてると幸せめちゃくちゃ多いんですよ。まあもともとその曇ってる日が多いっていうのがあって、で、あの、日向ぼっこ好きだよねっていうのもあったりするので、なのであの夏場とかはこう晴れてる日があるから幸せだよねなんですけど、その春先とか冬とかでも晴れるとみんな日向ぼっこして快適だよね、幸せだよねっていうので、晴れて外歩くだけで幸せを感じられるんですよ。でも日本の場合ってあの日照量多,か多すぎるので、 あの、晴れてて外出ても幸せを感じられないんですよ。もうそれが当たり前だと思ってるから。なので、弱地をひねって水が出ないところに住んでる人は、弱地をひねって水が出るとすげえ便利ってなるんですよ。でも日本は弱地をひねって水が出るのが当たり前なので、それが幸せだと感じないんですよ。で、あの、電車が時間通りに来るのも当たり前だと思ってるんで、1分でもくれるとムカつくんですよ。 でも他の国で電車1分過ぎに来るは当たり前なので、電車が5分遅れても誰も怒らないんですよ。でも日本人って電車が5分遅れただけで怒るんですよ。っていうので、その本来であれば、いや、それ別にどうでもよくねとか、あ、それ超幸せじゃねっていうことを、日本人は幸せを気づかないし、怒るべきことないことでやたら怒りたがるんですよ。なので、その、 運というよりは、その幸せをどう感じるかっていうと、なんか日本人の思考って、その幸せを幸せで感じず、あの不幸ではないものを不幸であると感じるっていう、かなり不幸せな思考回路を持ってる人が、他の国に比べるってだいぶ多い気がするんですよね。なので、あの、運というよりはむしろその物事の捉え方というのをもうちょっと、 皆さん考えた方がいいんじゃないかなというふうに僕は思うのですが、なかなか伝わらない昨今ですね。はい。まず相対的に見ちゃうとダメなんですよね。コメントで相対的に見ると幸せっていうのがあったんですけど、相対的に見てる限り自分が幸せになれないんですよ。要はその金持ちかどうかって相対的に見たら、日本で一番の金持ち、今なかなか孫正義さんのわかんないけど、孫正義さん1位。それ以下のやつは負け組なんですよ。 なので、その多分、楽天の三木谷社長とか、あの、めちゃくちゃ金持ちだけど、多分、その金持ちランキングで、絶対ランキングで見てるから、俺、不幸せ、孫さんに絶対貸したいとか、ユニクロの柳井さんに絶対貸したいとか、やっぱ思っちゃうんですよ。なので、誰かと比べちゃダメなんですよ。なので、その、例えば、ファミレスに行った時に、あの、何食ってもいいぞ、 要は、俺別に、その一番高いステーキでも食えるぞってなると、それは幸せなんですよ。要は、一番高いメニューでも食える俺っていうので、サイゼリアに行って時点でもう超幸せじゃないですか。もう、なんかドリンクバーだし、なんかデザートも頼みたいのを頼めるし、っていうので、あの、昔彼女とサイゼリアで、あの、食いたいものをバンバン食ってどうなるかっていうのを試して、5000円超えなかったんですよね。 <laughs> その、あの、残してもいいから食べたいデザートとか頼んで食い放題を食ってみようっていうのをサイズリアだったんですけど、結局あの二人で5000円超えなくて、もう食えねえわって言って終わっちゃったんですけど、と <laughs> いうのがあって、その、 要は、自分が幸せに感じるのかっていう、絶対的に、なところで見ると、あの、普通に5000円なくても幸せに感じられるんですよ。まあ、ちなみにそれもあの5000円払ってなくて、あの、サイゼリアの株主有待券で払ってるんですけど、自分が幸せかどうかっていうのを絶対的基準で考えると、割と幸せなことだらけなんですよ。マクドナルドでなんか一番高いセットを頼んでみようとか、オプションをつけてみようとか、ピザ頼むとかでも、チーズを増量してみようとかでも、スーパーとかでも、じゃあ一番高い肉買ってみようとなれば、スーパーで一番高い肉と、 じゃあ、それなり安い肉っていうのを両方頼んで、食い比べてみて、いや、高い肉はやっぱうめえな、とかっていうのになるわけじゃないですか。いいレストランに行って、ステーキを食うと、まあ、ステーキ一種類しかありません。じゃあ、それが、じゃあ、なんか、5000円でしたっていうと、あ、5000円のステーキで終わりなんですけど、その、スーパーで一番安い肉と、その、じゃあ、高い肉で、多分あの、500円と2000円ぐらいなんですけど、2000円の肉食って、あ、確かに安いのと比べると全然うまいわ。高級な肉うまいよね、みたいな。 2000円の肉の方が比較することによって高級感感じられたりするんですよ。っていうので、でも実際は2000円の肉と500円の肉で2500円じゃないですかで。っていうので、その何を幸せに感じるかっていう、その自分自身がどう感じるかというポジションをいかに持っていくかって話だと思うんですよね。味の違い分からん。で味の違い分かんないんだったら、安さで言ってください。300円で俺全然楽しく飯食えたってなると、俺才能あるよねってなるんですよ。 いや、その、1万円払わないと、食事が終わらない人に比べて、300円で満足した食事を終わらせられるっていうのは、それは才能なんですよ。なので、まあ、よく僕、その、自炊をするんですけど、で、その、パスタの、その、パスタは、割と高いパスタを買うんですよ。で、パスタが高いって言っても、高が知れてるんですよね。 その、めちゃくちゃ高いパスタと、めちゃめちゃ安いパスタでも、あの、1 0 0ム2 0 0円か1 0 0ム1 0 0円ぐらいで、1 0 0ム1 0 0 0円のパスタなんてほぼないんですよ。なでパスタは家使うんですけど、パスタソースは市販のやつで十分なんですよ。その、市販のやつに、ミートソースパスタとかでも、パスタ自体が美味しいと、それなりで美味しいんですよ。で、あの、ちょっと辛くすると、あの、人って辛くすると食欲が湧くんですよ。なので、辛くして、あの、すげえうめえってなるのと、 あとはあのま、コメントだったんですけど、牛脂を入れるって日本だとあの牛脂、ただでスーパーとかにあるんですけど、ミートソーススパゲティみたいなやつに、牛脂をちょっと多めにその溶かして入れたりすると、それだけでその食感とか風味とかで、ちょっと高級感出たりするんですよね。料理をするというだけで、割とその、毎日の幸せをちょっとずつ増やすこともできたりするんですけど、っていう感じでその、幸せを感じる要素というのを生活の中に、こう、どれぐらい多くするかっていう。 あの、牛脂を食べるんじゃ牛脂を溶かすんですよ。ミートソースの中にこう切って入れて。っていう感じでやると、あの、割とその、お金もかからなくていろいろ美味しいものが作れるっていうのを、あの、皆さんも試してみてください。はい 会社員です。私は自己満足感がとても低いです。周囲から人と比べちゃダメと言われますが、人間はどうしても人と比べてしまいき物だし、比べちゃダメと言ってる人も周囲と全く比べに成長して,してきたわけではないと思います。比べちゃダメというのは綺麗事にしか聞こえず、ますます自己肯定感を低くしてしまいます。何か言いたいことかわからなかったました。何かアドバイスだけど幸いです。海外行ってください。あの、日本人って、顔も見た目もまあ、スタイルも似てるので、あの、 比較しやすいせいで比較しちゃうんですよ。だからあの、他の国行くと、あの、そもそも肌の色違いますとか、あの、運動性能丸で違いますとか、もう見た目も、もう生まれた瞬間から彫刻みたいな顔してるやつとか、いやもう全然これ比較と相性にならねえやっていうのがあったりするので、なので、あの、人種が多い都市に行ったりすると、あの、周りと比較するというのを全くしなくなるんですよ。日本人でその美人とか美女とか言われる人とかがいるんですけど、その、やっぱり欧米で、 あの、明らかに整った顔だよねという人とは、あの、その、顔の骨の構造設計が違うんですよ。その、日本人で美人だと言われてる人も、その、顔が平面なんですけど、その、こちら側で美人だと言われてる人って、流線形なんですよ。要は、平面に対して目と鼻と口がついてるっていうのが、まあ、弥生系の人種の日本人の構造なんですけど、あの、こちら側で美人の人って、あの、 その本当、流線形のその顔の形に目とちゃんときちんと鼻があって立体的にできてるんですよ。っていうので、あ、これもメイクとかどうこうじゃなくてもう生まれつきの骨の構造だからどうしようもないよねっていう。で、さらにあの、 足の、その腰の位置とかが全然違うんですよね。あ、もう最初から足こんなに長いのねっていう、多少そのなんか運動して細くなりましたとかっていうレベルじゃなくて、そもそものケツの位置違うね、みたいな、っていうその構造問題があるんですよね。で、運動性能も全然違うんですよ。日本人の子とかだと、 なんか、こう、一歳ぐらいで歩けるようになりました、みたいなので、お、一歳で歩けるんだ、すごい、みたいなんですけど、あの、黒人の子供とか、一歳で走り回ってたりするんですよ。生まれついての筋肉の性能が違ってて、あ、ジャンプとかするのね、みたいな。で、あの、室伏っていう生き物がいるんですけど、あの、最近スポーツ長官になったんですけど、室伏が子供の頃に、一歳で、懸垂してたらしいんですよ。 だかその、一般の日本人は、その1歳だと歩けるとかですけど、あの、室伏は一歳の時点で、懸垂をして、あの、自分の体重を腕の筋肉だけで支えてたっていう、そういう生き物がいるんですよ。 なので、あの、本当にその人種とか、その DNA とかに比べると、個人の努力とかって、比較してもどうしようもないっていうのがわかるので、なので、あの、比較対象というのが、たまたま似通ってる民族が一緒にいると、比較しますけど、その、室伏みたいな生き物を見ると、あ、これは人間よりどちらかというとゴリラ側の生き物だなってわかるんですよ。人間の握力が確かなんか。 80とか90とかで、で、ゴリラがなんか300キロとかなんですけど、で、ムロフシがね、確かね、180とか、200いくつか。なんかね、人間よりもゴリラの方が近いんですよ。ムロフシの握力は。あれ、違う、背筋か。背筋力。なので、あの、ゴリラ、人間、ムロフシ行くと、ムロフシはゴリラ側だったりするので、そういう感じで、あの、人間としてその、あの、比較するよりゴリラの方が近いみたいな生き物を見たりするので、なので,なので比較対象を変えるといいんじゃないかなと思います。